中、明治安田生命 J2 リーグ最終戦セレモニーを執り行います。今シーズン松本山田 FC ホームゲーム計21試合に累計で83,488人の方々にお越しいただきました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。またボランティア団体チームバオスの皆様にはシーズン累計1166人のご参考をいただき、ホームゲーム運営のお手伝いをいただきました。この場を借りてお願い申し上げます。でははじめにクラブを代表して株式会社松本山田代表取締役社長神田文幸よりお礼のご挨拶を申し上げます。2020シーズンも寒い中、本当に最後まで応援をいただき誠にありがとうございます。今シーズンはコロナによってスポーツ界、サッカー界にとって非常に難しいシーズンとなりました。松本山田としてもダメージを受けたシーズンともなりました。この地域において松本山田というクラブがにどんな存在があるかということも非常に考えさせられたシーズンでした。そんな中、選手たちは本当に今日の最終戦まで素晴らしい戦いをしているだと思っております。チームにおいては苦しみや痛みを伴うシーズンとなりましたが、来シーズン以降必ず皆さんに成長の後を見せられるように一歩一歩となって努力していきます。フロントスタッフの私たちも皆さんの前に堂々と立てるようにしっかり仕事をしていきます。今シーズン本当にありがとうございました。来シーズンもよろしくお願いします。サッカーなんかやってていいのかというふうに考えた時期もありました。ただスポーツには人を元気にする力があるということを何人かの方に言っていただいて、ああ我々にはそういうことで皆さんを元気にする源になることができるんだなということを改めて感じ、選手がピッチで練習しているのを見て、ああこういうことも地域のためになるんだろうということを改めて感じました。松本山田が宮城英語をここにいらっしゃるサポーター含めて全てのサポーター、また関わっていただいているスポンサーの方々とともに歩んでいきながら地域の元気の源になれるようなクラブを目指してピッチ上で躍動できる選手たちと一緒にこれからも頑張っていきたいと思います。今年1年ありがとうございました。最後に選手を代表して田中愛馬選手にお礼のご挨拶を申し上げます。本日は最終戦にお越しいただきありがとうございます。今シーズンは新型コロナウイルスの影響でリーグ開催が危ぶまれる中、最初は無観客での開催でしたが、今ではまだまだ制限はありますが、こうやってたくさんのファンや
サポーターがスタジアムに来れるようになり、今日の試合をもって全日程を終えることができました。これも J リーグ関係者をはじめたくさんの方々のおかげだと思います。ありがとうございます。今こうやって僕たちはサッカーをすることができていますが、医療現場では今でも最前線で自身のリスクを顧みず新型コロナウイルスと戦い続けてくれている医療関係者の皆様に深く感謝したいと思います。シーズン前に掲げた J1 昇格という目標を達成することができず、またファンやサポーターの皆さんに期待に応えることができず本当に申し訳なく思っています。最後になりますが、1年間いろいろなことがありましたが、苦しい時厳しい状況にもかかわらず僕たち松本山口チームのことを最後まで支えてくださったスポンサーの方々、地域のみんな、チームバオスのみんな、ファン、サポーターのみんな、そして松本山口チームに関わる全ての皆さんに感謝したいと思います。1年間皆さんのおかげでこうやって僕たちは松本山口チームの一員としてサッカーをすることができました。1年間ありがとうございました。以上で2020明治安田生命 J2 リーグ最終戦セレモニーを終了とします。この後選手チームスタッフが1年間の感謝を込めグラウンドを一周させていただきます。その際前方へのお席の移動や選手への声援はお読みください。拍手等をしていただく場合はご自身のお席にてお願いします。